ありがとうございます。えー、M、M 様、えー、ドッグフードいただきました。ありがとうございます。それと同じ方かどうか、ちょっとこちらの方が、伝票がなかって、メールもらってるんで、多分同じ方と思うんですが、 電票がないもん、あのー、お名前が記入されてないもんで、あのー、定かじゃないです。間違ってたらごめんなさい。えー、レギュラーサイズのペットシートいただきました。えー、それと、ワイドサイズ、えー、ペットシートいただきました。ありがとうございます。それとですね、ちょっとご報告がありまして、えー、1点2点しちゃってるんですが、あの、 マロンちゃんの件なんんですがこれマロンちゃんの、うん、ためにっていうことで多分ご支援いただいてるんですがえー、っとねちょっと変更がありましてねあのー、動画出した後ですねちょっとしてから、えー、マロンちゃんの飼い主さんから電話がありましたそれでねあのー、詳細はねちょっと あのー、個人のお考えのことで、あのー、個人の方針なんでね、あのー、詳しくはちょっと言えないんですがね、あのー、マロンちゃん、えー、飼い主さんのもとに帰りました、それでですね、あの飼い主さん、あのーまあ、自分自身でやり直すということでかえ、連れて帰られました。 それでですね、せっかくねあのー、マロンちゃんにっていうことであのー、ご支援いただいてまあねあのー、ちょっとね期待外れなことになっちゃいましたそれでねあのー、もしも、えー、それで不具合がありましたら僕ねあのー、この分の商品代金 あのー、お金でお返しさせていただきます。もしもね、いや、マロンちゃんのためにと思ってね、あの送っていただいて、マロンちゃんがいなくなったやないかってなった場合ね、あのー、ちょっとね、僕的にもちょっと問題かなと思うんで、あのー、商品をね、送ると言っても、こんだけの量のペットシートとかね、あのー、ご自宅ではあまり使わないと思うんで。 あのー、この分の商品代金、あのー、ご都合が悪ければ、あのー、連絡いただけたら、メールでもね、連絡いただけたら、あのー、振り込ませていただきます、はいあのーね、期待を裏切ったみたいな形になっちゃうんでね、これも僕がね、あのー、もう即止めるべきだったんやけど、ちょっとね、バタバタしてましてね。 あのー、止めれなくてね大変申し訳ないですただあのー、マロンちゃん無事に帰りました、うん、はいえー、ご心配でしょうがまああのー、飼い主さんのやはり気持ちで僕はそうせざるを得ないんでねうんあのーうん まあのレベルにまでなってたら制御できるかなと思いますね。普通のね、あの芝扱える方なら十分制御できるレベルには僕、してるつもりなんであとは患者さん頑張っていただくしかないと思います。はいということでね、あのー、大変申し訳ないです。えー ご報告が遅れまして申し訳ありませんでしたではありがとうございました